こんにちは、ニフティクラウドです。本動画では、クラウドベンダー選定ポイントと題しまして、クラウド選定におけるポイントをいくつかご紹介したいと思います。システム構築時のファーストチョイスが、オンプレミスからクラウドへと変化した結果、問題は、クラウドを使うか否かではなく、どのクラウドを使うかに変わりつつあります。この選択を誤ると、クラウド移行で得られるはずの本当の価値を最大限に活用することができず、移行計画が延期に追い込まれたり、一度移行したシステムをオンプレミスに戻すというケースまで考えられます。では、何をクラウドサービス選びの決め手とすべきなのでしょうか。富士通クラウドテクノロジーズでは、1、性能、2、柔軟性、3、信頼性、4、実績の4つのポイントがあると考えております。まず1つ目のポイントは性能です。カタログに記載された性能が実環境でもきちんと発揮されるかという点に着目しましょう。パブリッククラウドではカタログスペックだけではわからない性能の違いというものが各社のシステムによって発生しています。各社のシステム構成の違いによって、カタログに記載されているスペックと同等の性能が担保されない可能性があります。例えば、一つの物理サーバーに多くの仮想サーバーを詰め込んでしまうと、一つ一つのサーバーの性能は低いものになります。基盤に使用しているハードウェアの性能についても、どの CPU を利用しているかというだけで、仮想サーバーの性能に影響が出ます。ディスク性能のキャッピングやネットワークの上限設定を行っている事業者もあり、カタログスペックだけで比較したり、その上でシステム構成を検討してしまうと、クラウドの利用によって得たかったメリットが結果的に得られなかったというケースも存在します。実際にカタログスペックでは見られない性能差について、富士通クラウドテクノロジーズが検証したベンチマーク結果をご説明します。こちらは CPU 演算処理能力を各社比較したベンチマーク結果を示しております。カタログスペック上では同じ性能でも各社で差があることがわかります。パブリッククラウドはベストエフォード型のサービスなので同じ VCPU やメモリでも実際の性能は全く異なってくるということです。この CPU の演算能力が高いということはそれだけシステムで利用するサーバーリソースが少なくて済むことを表しており、少ないサーバー台数でシステムを構成できればコストを抑えることができます。また、サーバーの台数が少なくて済むということは、それだけサーバー保守の工数が減るということでもあります。ニフティクラウドは性能の高さを数値で証明しているのです。二つ目のポイントは柔軟性です。例えば、社内のインフラ基盤として利用する場合、決算期や繁忙期など、一時的にピークを迎えるものもあるでしょう。自社でシステム環境を構築する際には、ピーク時に対応できるようにシステムを組まなくてはならず、ピーク時以外はオーバースペックとなっていることが多々ありますが、クラウドサービスはアクセスの波に応じたコストパフォーマンスを得られるメリットがあります。一言で柔軟性といっても、各ベンダーごとの仕様は異なります。次のスライドで柔軟性に関するニフティクラウドの4つの特徴を見ていきましょう。1つ目はオンデマンド・オートセルフということです。必要な時に必要なだけご自身でインフラ環境を調達することができます。ニフティクラウドは約5分でサーバーを作成することができ、これまで物理機器を調達する際にかかっていた時間を大きく短縮することが可能です。二つ目は、柔軟な課金体系です。月額固定の料金体系だけでなく、使った分だけの料金を支払うという重量性の課金形態もご用意しておりますので、お客様自身の使い方に合わせて選択することができます。三つ目は、パブリッククラウドの特徴として挙げられる伸縮性です。サーバーのスケールアップやスケールダウン、
サーバーの追加や削除が簡単に行えるというのが大きな特徴です。4つ目は、これらの操作をすべてインターネットブラウザーや API で実施できるという点。これも特徴の一つと言えるでしょう。3つ目のポイントは、信頼性です。こちらもカタログだけではわからない重要なポイントとなります。まずは、サービスレベルアグリーメント、SLA が用意されているかという点。もう一つは、十分なサポート体制が用意されているかという点です。Nifty Cloudでは 99.99% という稼働率を SLA として保証しています。ほとんどのクラウドベンダーで SLA の保証がありますが、その内容は各社バラバラです。複数のデータセンターを利用した冗長化構成をお客様自身で作らないと保証対象とならなかったり、2台以上のサーバーを利用することが条件であるクラウドベンダーもあるようです。Nifty Cloudではサーバー1台から SLA の保証対象となり、ご自身で特別な冗長化対策をしなくても保証対象になります。他社のクラウドを利用する際に、もともと冗長構成を取っていたお客様も、Nifty Cloudでは1台としたケースもあります。こうしたところでも、サーバーリソースの削減が可能となり、運用面も含めたコストの軽減につながります。こちらが過去半年間の稼働実績です。直近半年間で 99.9999% という稼働実績です。通常、稼働実績を一般公開しているクラウドベンダーは稀であり、Nifty Cloudは自信があるからこそ公開できるのです。続いては、十分なサポート体制が用意されているかという点。パブリッククラウドに限らず、システム障害が 100% 発生しないとは限りません。また、システム障害以外でも何かとサポートが必要なケースはあるかと思います。そこで、クラウドベンダーの選定にあたっては、サポート体制の充実度もそのクラウドを利用するにあたっての重要な点になってきます。Nifty Cloudは性能の高さだけではなく、より長く安心してお使いいただけるよう、サポート体制についても充実させています。他社のクラウドではサポートが優秀であったり、対応可能な時間帯が短かったりということがありますが、Nifty Cloudのサポートは24時間365日無償で受付しています。また、外資系のベンダーの場合、日本語でのサポートがないところもありますが、Nifty Cloudは一時対応から技術に精通したエンジニアが日本語で対応いたします。サポート体制の際については表に出にくい分野ですが、Nifty Cloudでは非常に重要なサービスの一つと位置づけ、体制強化を続けています。最後のポイントは実績です。柔軟性を重んじるクラウドサービスだからこそ、お客様からの多岐にわたる要求仕様にお応えしてきた実績や、業種業態を問わない稼働実績は重要なファクターです。Nifty Cloudでは、5500件以上のお客様の IT インフラやデジタルビジネスを支えています。ご覧の通り、サーバーが停止することが許されないような重要なシステムでの稼働実績も多くございます。このように豊富な実績から、より安全で安心できるサービスを今後も皆様に提供してまいります。今回はクラウドベンダーの選考基準についてご紹介させていただきました。Nifty Cloudにご興味を持たれた方は、ぜひ Nifty Cloud公式ウェブサイトをご覧ください。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。